裏側、裏側、石嶺店長は超怪しい。裏側、裏側、石嶺店長は超怪しい。皆さんごきげんようだぜ、石ちゃんだぜ。今日は俺が大好きなオムライス作っちゃうぜ。普通オムライスって巻いちゃうの？俺巻かないぜ。俺どうだろう。だから手芸だぜ。早速行っちゃうぜ。手芸飯とは、石ちゃんが手芸に料理を作るぜ。見た目も手芸だぜ。だけど手上品だぜ。みんなもこれ見て料理うまくなってくれよ。うまく作るポイントは手芸だぜ。わかるよな。これ材料だぜ。鶏肉からちょっと切っちゃうぜ。こんな感じだぜ。次玉ねぎだぜ。切れてる。これぐらいにしといてやろうぜ。さあ卵割っとくぜ。卵、さあ今回はどこで割ろうかな。ここだぜ。前回キッチンだったからな。油敷くぜ。油必要だぜ。こんな感じかな。切れてるバターだぜ。溶けてるじゃねえかよ。溶けてるじゃん。切れてるけど溶けてるぜこれ。しょうがないか。お、こんな感じだぜ。さあ入れちゃうよ。さあでこれを肉、で玉ねぎ、僕は石ちゃんの腕の見せどころかぜ。さあそしてここにご飯入れちゃうぜ。入っちゃったぜ。いい感じで出来上がったから今度塩コショウだぜ。それがケチャップだぜ。それからコショウが見に入った。さあそして卵を作る。さあここでちょっと弱火にして、さあこのまましばらく置いとくと。プロゴルファーサルだぜ。チャーシューメン、あチャーシューメン、なんとか言ってくれよ。頼むぜおい。一緒に共演する60だぜ。うわこれだ。まあ、こういう感じでやって、はい、であとはケチャップで仕上げと。石ちゃんのまかないオムライス完成。うまそうだぜ。
いいぐらいじゃない。これ美味しいぜ。これデゲに見えるけどデゲじゃないぜ。いい味出してるぜこれ。じゃあ恒例のエディ武田君いただきます。なあ、いけるぜこれ。うん、うまいよな。チキンライスうまって感じですね。チキンライスでいいや。もう次回からこれだぜ。間違いないぜ。俺の弟子ができたぜ。嬉しいぜ。マカロンブラック大成功ということで、今日はこの辺にしとくぜ。見てるみんなが、もうちょっとこれこんな風にした方がいいんじゃないとか、いやこういうのがあるよとかあったら、ぜひコメント欄に欲しいぜ。皆さん頼むよ。よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。